で、まあ、土日があるというふうに、まあ、ご理解をいただけたらと思います。私が反復帰をもお互いって、まあ、70年前後でしたね。その後いろいろありまして、沖縄タイムで、社長という職をやったことが体制に立ったというようなことで、まあ一点そういうことでしたが、タイムスの社長になるのが体制があるということはちょっと理解できないので、もう一つは、天皇が死んだときに、政教という編集局の主張に対して僕が抗議とすべきだとこう言い張ったというような、誰がそう言ったか分からないけども、できたらそうあなたにそれを伝えた人をとどこで、そういうことがあったのか、その人間はですね、ぜひ、時間のあるときに、僕のうちでもいいし、別の場所でもいいですから、合わせてください。お願いします。以上でいいでしょうか。はい。当たり前じゃないですか。誰があなたにそういうことを聞こえたんですか。はい。はい。はい、他に、質問があれば受けたいと思いますが、マイクが直ったそうですので、あ、すみません、質問をするときにはお名前をですね、せっかくの機会ですので、意見にも気をつけてください。誰も質問で時間があるようだから、さっきの社長就任についてちょっと補足しますとね、僕らの社内のいろんな事情があるわけでね、だからもう好き好んでさ手を挙げてやったわけでもないし、そういうならざるを得ない社内的な一冊があったわけだ。その前に例えば編集局ということもやりました。しかしね、新聞社でね、編集局長というものは、編集局のあれなんですよ、まあ、社会部かあるいは政経部かに、まあ、まあ主流ですけどね、まあ平野記者から部長になって、副部長になって部長になって、編集局次長になって、それから編集局長になって、そういうステップはもう決まりきったコースなんです。僕はだけど、編集局では部長職にもついておりません。学芸部の副部長止まりです。その後、文化事業通信にやられまして、そこでも、まあ、出版部長ということで、それは組合活動が原因だったわけですけどね。で、そういった編集局で、しかもこう主流でない学芸部の副部長しかやってない僕がなぜ編集長になったのか、そこにはやっぱりいろんな社内事情があって、僕はそれも絶対引き受けないって頑張ったんだけど、引けたらいない、追い込まれちゃってですね、なった。それもあった以上は、その後はもう社内の編集局長が東京支社長をやらされて、常務になって、専務になって、結局そういったコースを歩まされたわけですね。だって、そ
そうなって嫌だったらやめるわけにはいかない、メキコにはいかない。だけど、そうなったからといって、体制派の人間になったっていうことは、そういう劣等を感じることは、僕らは好みですね。で、それはだから、普通の平取りからですね、常務になったとき、1987年だったか、なったときに3つのことを自分に誓ったんです。一つ、やっぱり、業務として、会社の責任、経営に責任あることを引き受ける以上は、自分に3つのことを課しました。一つは、これまでよりあなたの言うようなですね、反不良的なことを書いたり、喋ったり、やってきたわけですが、そういった個人的な、考え方を文章にしたり、喋ったり、あるいは講演会もこういうところで喋ったりも含めて、やらないこと、やらないこと。もう一つは、作業をやめよう、ということ。つまり、何でしたっけかというと、タバコも僕はヘビースモーカーで、10年前までものすごく吸ったんですが、タバコをやめると、健康のためにやめたんだなと思われてる。酒はやめることで、なんで酒やめたかというと、やっぱり自分自身、これまでこう生きてきた荒川明とは別な荒川明をその間、やっぱりやらないな、会社に対する責任を果たさないかということをやったんですね。そういうことでですね、自分自身を律しながら、しかし、やむを演じていくことである立場でやってきたんです。だから、大政派っていう批判人は、僕にはこう、立ち上がりですね。大変と社長がね、大政派です。あとが、小さな零細企業です。大変な政府さんってね、借金がいっぱいある、そういった会社の社長で、夫婦してるんですよね、体制がなくしたらね、ちょっと次さすがかわいそうだね、今の社会に。他にどなたか、今日の、4名の報告者の話に絡めて、質問の時に、どういった時が、いいですか。直接は関係ないんですけども、最近中国の話が多いと思うんですよ。で、大体一番最近の話では中国が、あ、聞こえますか。中国が沖縄も中国の領土だと言ってると。これが読売新聞とかいろんな新聞載ってますが、これはまだ言ってないと思います。と言いますのは、今ですね、琉球独立論はいいんですよ。それは昔から今も、流行ってますが、反琉球独立プロパガンダ、これが出てますから、気をつけてくださいということです。中国が尖閣列島は中国のものと言ってる。で、沖縄はどういうふうに言ってるかというと、琉球は、中国で、から言ってる言い方です。琉球は日本が侵略したもので、日本の領土ではないと、これを言ってるんですよ。これは正しいんですよね。で、飛躍して、中国名が翻訳するときに、日本のちょっと保守系のマスコミがですね、ちょっと嫌って言いますか、中国の領土であると言ってるみたいな言い方してですね、で、2、3日前は、ね、インターネットの読売のニュースがですね、沖縄中国の領土というふうにして言って、それが何時間後にすぐ変えたそうです。それ間違ってるということでね。そういうこともありますから、皆さんもよくですね、気をつけて、騙されないようにというか、要するに琉球独立プロパガンダというのは嘘もつきますからね。それに騙されないように、本当は中国は何を言ってるかというのを中国語と日本語を完全に分かる人に
直接原文を見て確認しないとダメなんですね。まあこれネットでもそういうあの風にしてあのちゃんとしたのもあることあるんですが、やっぱりマスコミは大きいところがみんなこう信用してしまいますので、まあ、あのその辺はあの今から気をつけないといけないと思う。どんどんあのあの琉球とか反琉球独立プロパガンダというのをしますが、例えばあの私の場合でもですね、中国の回し物だったとか、中国からお金をもらってるんだとかですね、これデマが、ね、飛んで、でそのデマを一般の人がですね、本当と思い込んで、なんか、あ、自分もそうだそうと思い込んで、それを根拠に話をする人が多いんですよ。中国からお金もらっていたら、今から当選してます。もうあの、あそこに、この間まで、去年まで、あの、事務所あったんですが、お金がなくて、向こう、閉鎖して、今、あの、町側の中の家賃の安いところに移ってます。そういうのが、まず全くないです。話もないです。そういうことですので、あの、特にインターネットとかであのもう鵜呑みにしないようにね、あのお願いしたいんですよ。まあ、とりあえず、はい、今のは、インターネットとか、どちらかに、最近あの、特にあの尖閣の国有化以後、中国に対するさまざまなインターネットを通した、中国脅威論とか、中国に対する、非常にこう古代の妄想的なさまざまなやり取りがあるということですね。つい、その前も、中国の人民日報に、掲載された論文が紹介されているんですけど、あれに飛びついたのは読売と産経ですよね。で飛びついたのはいいんだけど、その飛びついた内容が非常に中国 の論文の中で言ってる内容とは違うような意図的なこう歪曲をされたような、ことがあったんですね。でそういった意味で特にあの、この沖縄においては中国民主に対する歴史的な蓄積といいますか、中国民主がやはり試されると思いますので、そういうことをなどを念頭に見ながら、ニュースに接してくださいということを今ためにだと思います。他に、質問が県内に受けたりですか。コーディネーターの中田斗さんにお尋ねしたいことがちょっとあの変な話ですけどね、この琉球湖の自立独立論争誌ウルバネシアの最一番新しい第15号の中でね、この、団体の、顧問をしていらっしゃるアメリカのイリノイ大学の名誉教授の平浩二さんから送られた文章を代表にしながら、この中田斗さんがですね、独立を発明するという表現を使っていらっしゃいます。独立を発明する。私、これはですね、平浩二さんはどういう意味合いで それらしいことをおっしゃっているのか、中田さんはどういう意味合いでこれを受け止めていらっしゃるのか、私、すごく興味があるんですよ。独立を発明する。発明するということはですね、新しいあの発見ですよね。新しい誕生ですよ。つまり独立している国はいっぱいあるわけですよ。代償さまざま。それをですね、発明するということは、これまでの常識的なものとは違った思想と発想を持ってね、沖縄の独立ということを発明しようと言っているような、見かけであるように私は感じているんですよ。それでね、すごく興味があります。とても大事な問題がここには含まれている気がするんですよ。私たちが好きに独立という場合にですね、ありふれた独立を考えているのか、どこにでもあるような人間なら意識な独立を考えるのか、それとも今まで考えられたこともないようなユニークなね、新しい発明といえるような独立を考えて目指すのかというあたりのとても大事な問題提起があると思うんです。それでね、この
独立を発令するということについて中里さんのお考えを聞きたいんです。お願いします。すいません、ついうっかりルマレーシアに独立を発明するというふうに偉そうなことを書いたので難しい質問を受けました。で、この中で、論じたことは、平田浩二さんという日本大学で、今は名誉教授ですね、でありますけど、平田浩二さんが、1997年に我々がやっていた H という雑誌に、琉球独立の新視点という論文を、30枚ぐらいの論文を寄せていただきました。でその後も、英文の論文を、あれは13号だったと思いますけど、英文の論文を載せてもらいました。で、97年の琉球独立の新視点の中で平田浩二さんがどういうことを言っていたかというか、ちょうどあの時は、1995年の少女暴行事件が起こって、沖縄の内部から改めて、沖縄の戦後復帰後というのを問い直す声が沸き起こりました。で、大田県知事が、代理署名を拒否して、それから国際都市形成に行動などをやりながら、一つの県としてはかなり今の国民国家の限界ギリギリのところで沖縄の在り方を提起したわけですよね。それとちょうどあの時代というものは、韓国でキム・デジュンさんの大統領になって、東アジアの緊張を規定する、2つの大きな要素がある。それは、分断された朝鮮が統一することである。そして、2つの中国、台湾と中国が解決を果たすこと。で、そのことが沖縄の基地問題や将来にとって非常に国際的な東アジアの政治において重要な意味を持つんだと。で、その中で沖縄が果たす役割は何なのかということを平田浩二さんは考えて、独立、琉球のそういった東アジアの緊張を沖縄が独立することによってその緊張を解いていくというふうな論文を書いたわけですね。これはどういうことかといえば、ポイントは2つあります。東アジアの冷戦行動の中の戦後史というものは、二国間関係でアメリカに、牛耳られているということですね。例えば日米安保、米韓、安保、それから米台、等々ですね、二国間関係でアメリカに封じられている。で、それを解除していくということですね。それと、主権国家が、排他的主権国家の在り方を、問い直していくということを、琉球独立を定義する中で言うわけですね。で、主権国家は近代の国民国家というのはやはりこう、主権によって、領土や領域というものを排他的に限っていくわけですね。で、それを、そういった主権国家のゼロサムゲームというものを解除していくのが沖縄独立のあるべき方向だというふうな言い方です。で、このことはですね、旧来の独立論とは違うような内容ですね。つまり、独立によって主権を回復しているというのが一般的なものです。で、平先生のあのページが僕なりに読み直せば、主権を飼いならしていくということですね。主権を飼いならすことによって、排他的な主権のあり方というものをできるだけ低くしていくということを、琉球独立の新視点ということで提示していく。で、このことはですね、平田先生が最初の報告の中にあったように、独立を考える際に人類史的な価値、内容として考えなければいけないということと、連動処理
というふうに僕は見ております。でそれを、僕は、独立を発明し直すことによって、旧来の植民地が、独立したというふうな、それはそれとして貴重でありますけど、この21世紀において沖縄が独立していく場合に主権を買い回しながらその、東アジアにおいて、日中の間かというものが、今の緊張状況というのを沖縄が発生したりに終わったりということ、それからもう一つちょっと長くなりますけどなりましたけど、英文であえて発表したんですよね。なぜ平浩二先生は英文で発表したなければ、その人民というあるいはピュープルという言葉を日本語で訳すると、日本語に適当な訳はないと言われます。で国民というふうな、そうなると、要するに従来の主権概念国民概念に改修されるということを言われますね。あえて英文で発表しました。で、そのことはやはり、人民という言葉とそれから独立を発明していくというふうなことを、平さんの今の論文の中で言われていて、僕も、まあ、この室蘭市やで平浩二さんの未来からの声をいかに聞くかということを、これは新しい独立を発明していくということが沖縄におけるこれからの在り方として重要な問題になるんじゃないかというふうに思いました。ちょっと説明に発明の内容がちょっとありますか。ちょっとコーディネーターの話になりました。会場の方から、先ほど先ほもし事実と違うのならば大変失礼なことだと思いますので、事実を確認した上で、ね、ここにいらっしゃる皆さんにも知っていただこうと思います。ただ荒川さんさっきおっしゃったように体制ではないとおっしゃいましたけれども、私からしたら社長に就任することで自分の意見を抑えるということは、やはりこれは体制ということに自分も思想よりはそこを優先したんじゃないかと思っています。でじゃないとクビになる、食べていけない、その通りです。今、学校、教育が復帰、祖国と意識するだっていう講座をおっしゃいましたけれども、今の大阪とか東京ではまさにクビになるの覚悟で反対しないとまた同じようなことをしちゃう状況になっています。沖縄だって時間の問題なのかなというふうに思っています。食べられない、クビになるからしょうがないで終わったら、私はなかなか次のステップは踏めないんじゃないかと思っています。すいません、お名前を。知念と申します。あ、知念さんですね。今の話は、まあ、知念さんの見解として、お聞きしたいと思います。例えば今知念さんに問い返したいことは、例えば、荒川さんが、沖縄タイムズの社長になって、実際に荒川さんがやった仕事っていうのがあるわけですよね。でこれはどういうことかといえば、沖縄タイムズの大百科事典というのをやったりします。それから他にいろんな感じがあります。でこれは一つの荒川さんの社長になる際の一つの倫理だというふうに僕は感じております。3つの、ことをおっしゃいましたね。荒川さんの社長にならなかったって、それまでの文章を、まあ、ペンを記事ということと、それから先ほどの人がありますこれは荒川さんの、体制であるのかどうかというよりは一つの荒川さんなりの倫理だと思います。僕はそういうふうに言っておりました。でそれと例えば沖縄大学の学長になった荒崎さんは体制派なんですか。Thank you.
国の大事な路線に置いた上での構造が多かったんじゃないかなと思います。これからは違うと思いたいんですが、ただ豊かな海づくり大会、人口タイムス、他の新聞も含めて天皇がこの時期に来るということの意味をどれだけ意識的に取り上げたかということを考えると、やっぱり報道機関というのも限界の中で、体制の中でやはりやっていってるのかなというふうに受け止めています。はい、まあ、ありがとうございます。おっしゃってることはよくわかりますがね、最近は言われないけども、50年代から60年代頃まではですね、一般の新聞のことをですね、商業新聞という形で呼ばれていましたね。そういうふうにして、新聞社は革新的な、部分からはですね、バカにされていたんです。つまりそれバカにされているということは、商業新聞ということは一般のこう民間の新聞社というものの限界というものを指していっているわけですね。つまり、革新にしろ保守にしろ、それぞれの団体なり組織なりの機関紙は、天皇制反対や反対の方を掲げてその論述をしますけれども、新聞社、普通の新聞社はですね、そういう形の論述の展開というのはできない、限界性があるんですね。だからサミットにしろ、天皇としての職員主催にしろ何にしろですね、犯罪をする団体がいろいろありましたけども、新聞社がそれを主張するということは、できない、限界性として限界としてできない、これは現実の姿です。だからといって、じゃあその新聞社が体制かだというか、こう団体するのはいかがなものかと僕は思っております。やっぱりその限界の中でね、それなりに頑張ってきたというふうに思いますね。でそれとまた新聞社の例えば今私が先ほど言った、一種の揚げ足取りみたいにね、僕が社長になって、やっぱり生活のために、それを拒否して辞めるわけにいかなかったみたいなことを言ったことに対してね、それと教育現場における公共の仕事を管理職のことと同列にね、比較して論じられるということは、いかがかどうなのか、いかがなものかと僕は思っております。まあ、そういうことでいいかな。体制に反してません。私も体制側の人間だから、いろいろ教えていただきたいという趣旨です。体制に反したんだ。いや、本として何か聞いたわけじゃなくて、そのようなこう、なんかな、論じ方はちょっと違うんじゃないとおっしゃっていますね。はい、今荒川さんに関わるような内容になっていますけど、少し話を戻して、あ、はい、じゃあ荒川さんから方言とか方言を含めて、これ非常に重要なことです。これも総括不十分ですね、率直にお話しますが、ただこれは紹介をしておきます。2006年に退職した後のことですが、沖縄をどう教えるかという、今日はちょっと持参しておりませんけれども、現場教師のための副読本という、こういう思いを持って、私アルメ・マサオ、崎原清舟、まあ、3名が中心になってですね、28名総勢執筆者で、かなり、丁寧な、教師のための副読本を世に送りました。でこの中で日の丸、君が代の問題、それから、教師の戦争責任ですよ、一番厳しく問いかけたのはね、そういうことを含めて、かなり、まあ、我々これはもう自身の総括を含めての
思いを持って世に送ったもんですから、ただ4500部ぐらいしか売れませんでしたね。今度は全ての、 学校の教員に手元に置きたかったけれども、これはまだ沖縄県学校用品株式会社の西町にあります。そこにまだ残ってますんでね、皆さんもしご必要でありましたらということで、紹介も含めて、それからこの方言札、私自身これ持ってるんですよ今ね、必要な場所と心を下げて話しながらやってるんですが、でこれをどう乗り越えていくかということでね、沖教祖としての文化運動を実はやりました。沖縄の文化に対してや教育現場の中でその価値づけをして、これを実践をしていこうじゃないのかという、これ復帰前から実はそういう論議を重ねて、実際これが実行に移したのが74年になってましたけれども、那覇市民会館大ホールで、各支部から1点ずつ、大和や西洋のものでない内側の文化に限った出し物を出せということで、例えば国庫の公共祖ですと、プミル類、終身カリを宮城道蔵さんの長男で亡くなられたけれども、宮城稔師匠の指導を受けて、このプミル類が今でも続いています。で各地からそういうふうなものをですね、随分発掘をしたつもりですね。でそういうことがかなりエイサーや学校現場におけるそれにも刺激になったのではないのかという、こういうことありまして、今私自身今考えていることはですね、内縄口に対すると言っても薄いなんかじゃないですよね。いわゆる琉球諸語の6つの言語体あることを承知の上で、それを学校の子どもたちの副読本、低中高、こういうふうなものを何としても早く出せるのかということと、もう一つはやっぱりうちの宮原情報だけじゃないですけれども、復帰40年でこの新作の花が県民唱歌という選定を受けました。でこういうことをきっかけにね、歌やそれから言葉でもって本当のうちの種のアイデンティティを取り戻していくというふうなことの必要性を今非常に痛感をして、ちょっと今働きかけるやってるんですけど、まだ目に見えている形はありませんけれども、まあ、そういう思いの一端を一応述べさせていただきます。ですね、今5時53分ですけど、何時までですか？もう大橋さん、そうすると何が起こるんですか？もうそろそろ閉める。じゃあ、そろそろ閉めなきゃいけないということですけど、あと1人、こちらも何か聞いてあげる。じゃあ2人いいですね。はい、では簡単に木原と言います。半年前に本土から来た山田君なんですけども、独立問題に私というか山田とのものがどのように関わっていたらいいのかずっと考えています。でそういう中で平さんが全体の必要性を強調されたので大変嬉しく思いました。で、同時に山田のものに対して独立に手を貸していただけたらというふうにおっしゃっていただいたんですけども、大和の人間として沖縄の独立にどのように手を貸せばよろしいでしょうか？これ簡単です。口は出さずにお金を寄付してもらえませんか？あと、もっと金だけじゃちょっとなんかこう体を動かしたいと言うんでしたら、沖縄の人とは別にですね、琉球独立支援ヤマトン中の会っていうのを立ち上げてもらって、僕がやると会員になりますから、ね、ヤマトン中立ち上げて支援して沖縄独立したら日本と仲良くやっていきましょう、そういう支援趣旨でやってもらえばいいんじゃないですか。はい、そういうことで、もう一つでヤマトン中だけど琉球の、将来ね、
救急の国籍を取りたいというか、それも私の場合は OK です。なぜかというと、あ、返してくれるね、というと、例えばアメリカの場合ですね、日系2世というのがいますね。要はそのアメリカに宣誓主張で出して、アメリカの国というので契約すれば、どういう人種であろうとアメリカ国民になるんです。ですから、あのアメリカ人であっても、日本人であっても、中国人であっても、琉球の国籍を取りたいと、琉球人になりたいという場合は、まあ、例えば将来宣誓してやると、まあ、極端な話ですが、戦争の時は、まあ、琉球、まあ、仮にね、琉球が軍隊を持ったとして戦争にも出たいというんだったら、こうちゃんとこうアメリカの二世の兵隊みたいにこう宣誓して国と契約してやると、まあ、それで私はあの問題ないと思います。名前は古賀といいます。あの沖縄出身者ではありませんが、沖縄県民長らくしています。それであの先ほど平さんがあの問題を出されて、そして中田さんが答えられたことに非常に興味深く聞かせていただいたものです。それであのポイント2つ言われましたね。あの東アジアの、状況、それからその沖縄が2つ目のポイントとして、沖縄が要求するときのその主権の持ち方ということを言われて、それも非常に興味深く聞かせていただいたんですね。で、私がここへ来た目的は、あの一連の今起こっていることをちょっとここに住んでいて我慢ならないと、まあ、もともとよそ者ですけれども、そういう気持ちが非常に強くって、あの何か自分の考えを進める上でそのヒントになることが聞ければと思ったんですけれども、あの先ほどの話に戻せばですね、やはりあの大事な考え方の背骨と、それからそれを実現するための具体的な方法と、そのセットが必要なわけだと思うんですね。で、あのこれを見ますと、あのこの主催者の、あのメリットのですね、あの一国二制度という言葉がここに入っていて、そこのあのここにも書いてありますよね。で、私が推察するのに詳しく中身は分かりませんが、おそらくその先ほど言った考え方と実際実現する、より改善していくため の、 その主権をあの取り戻すという広い意味で の、 その方法がそこに少しあの提案として入っているんじゃないかという推察はするんですけれども、これについてパネリストの方で何か説明していただけることがあればありがたいです。今日の集会の主催団体は、2009年の1月に発足したんです。その年は、薩摩の琉球支配から400年、日本国の琉球諸君130年を問う会という名前でこの会は結成されました。ちょうどその年に当たったわけです。ところが毎年毎年この年度が変わっていくわけですね。次の年になったら401年、131年になりますね。年が変わるたびにこの数字が変わるということになると具合が悪いということがありましてね、同じ志を継承しながら、このもっとこうね、別の名前の会に変えたらどうかということが話し合われました。その結果、今の、この一国二制度のね、というその、なんだっけ、琉球民族の自決権と一国二制度を実現する会に変えたわけです。この時にですね、あのこの会そのものがね、スタートの時から沖縄の独立を目指して研究してそれ推進していくということにこちらの目的が絞られていたわけではないんです。ですからあの初めからこの独立を実現する会といったふうに持っていくことはあまりにも準備が
頼らさすぎるという現実はありました。そしたら、じゃあどうするかということになってね、一国二制度という一つの同州制度に絡む一つのあり方が検討されていますね。沖縄も九州を主要に入れるということに対して、沖縄の中からそれがまかりがあるんです。沖縄は、かなり高い州制を自決権を付与された形で沖縄独自のあり方をするということを求める声が沖縄に強いわけです。ですから一国二制度を実現するという時にはですね、一つも考えてみたら独立に向かっての一つのテストケースということは言えるかもしれません。一足飛びに独立に行かないとですね、この辺りでもう少し、経験を積んでいるんですね。で、必要があればそれを、独立に切り替えていくという可能性もあるかもしれないということを含みながら、現時点では一国二制度を実現するという会にとどめたということなんですね。その場合はですね、琉球民族の自決権ということについてはね、非常に大きな強調点が意識されています。つまり形式的にですね、独立の国になったとしてもね、本当にしたたかな確かな自立の意識というのがなければ、まさにそれは形だけの独立国家ですね、どっかのさらに大きな独立国家の海外国家にしかならない恐れもある。だから琉球民族の自決権ということに一番強調点を置いて考えました。で、形式的には今すぐ独立ということまでは言えない、そこまでは検討つけて作ってないので、一つにね、干渉的な、意味を含めて一国二制度を実現する会というふうに変えたという現実があります。ですから、しかし今日でもってですね、この会議は閉じることになりますけども、この最後の新法上においてですね、一国二制度を追求するという名前をね、さらに進化させて、なんか独立を求める協議会みたいになったということは、ある意味ではこの会が狙ったところであったということは言えるかもしれません。そんなことです。最後に一つ質問したい、若い人と言いますか。65歳以上、第一ゲートに、座り込み、
これずっと継続中です。あの思いは一緒です。私などもね、この辺野古崎を埋めて新築を作ろうとするならば、老夫重ねて、いわゆる年老いた体重ねて不義理にしようじゃないのかという、こういう思いが私自身 の思いでもあります。ですから、まんまとやってくる、なぜ今統一法があるのか、やはりずっと先ほどから話してきている我々の復帰の思いは叶わなかったわけですね。そういう思いとして、それはまた全国へ連帯呼びかけるチャンスとして更新がたくさん参りますの で私は15日は全タバコの100名余りの参加者に話をする機会を得ておりますけれども、そういうことで、4.28 含めてから続くこの515、我々吉田会としては第3の琉球諸文と位置づけたね、こういう、新たな取り組み、開始をしていこう、こういうふうに思っているところです。このままこれを投稿されますと、私はまたまた沖縄戦で第一の指定士と言われたあの体験にですね、今また第二の指定士の恐れが起きるんじゃないかという大変な危機感を持っております。質問の趣旨が一つよく分かったけど、一点は二人がお互いの話を聞いてどう感じたかということが一つだったし、確かね。もう一点は統一法をどう考えたんですか。じゃあ第一点から言うと、時間もなくて、本当はもっと石川さんとですね、議論をしたいというのが本音ですが、先ほど言ったようにですね、教育委員会のやってきたこと、これから含めて総括をしたいと、数字であるという意見もおっしゃってましたね。そういう点で今後に期待したいというのが出たと思います。また現実、また僕がびっくりしたのはですね、石川源平さんがね、いつかしたかね、新聞の当、ロイターというクラブがありますけども、あそこでね、琉球新報のですね、何日かなと思います。にですね、去年の10月28日の琉球新報のロイターというクラブでですね、復帰後も後立たない米兵犯罪、日本への決別の危害をという、文章があったんですよ。僕はこれを見たときに大変嬉しくてですね、つまり復帰運動の中心母体であった教育委員会の委員長をしていた方がですね、言ってみれば日本への決別の危害を求めないかというようなことをおっしゃっていることに対してですね、敬意と共感を持ったんです。したがってですね、先ほど石川さんには、教育委員会のこの講座に分けると法の部分を強調しましたけど、今後総括の中でですね、自分たちの間の中で、あった財務部についてどのように総括をされるのか大変興味深く持っております。それから、515をどう考えるかということについてですね、今年の515とかじゃなくて、4.28 で主権回復の引き分けで、日本政府、安倍政権は、それに対してですね、沖縄を除いた主権があるものかというようなご意見で、4.28に抗議、出力に抗議対策をやっていたんですね。それについては置いとくとして、そのあたりの時にですね、4.28 じゃなくて、主権回復はね、5.15 を主権回復すべきじゃないかという意見が新聞紙上で、見られたりしました。つまり、それはどういうことかというと、サンフランシス、52年の復帰、つまり、
私たちの理解が最良法ですが、は、を持って、日本は、試験をちゃんと回復したんだから、法的に勉強していただくのをしつけ、やればいいんじゃないかという意見が出たりするんですね。そのことは、まだ完全な望んでいた復帰が達成されてないから、真の復帰をために、もっと戦おうというような趣旨があるんですよ。あくまでも復帰ということが目的にして、絶対化して考える。そういう考え方が現実的に根強いわけね。だから、こういうことをどういう形で、みんなが接種するのかわかりませんけども、僕の立場に立って考えると、515というのは、明治の琉球諸藩の後、2度目の再平行という位置づけですから、そういう視点で、515を考え、また、もしあれに対する行動をあるとすれば、そういう視点での行動をお願いしたいと、そういうふうに思います。私これは個人的なことになると思います。どうもありがとうございました。時間が、結構お話しております。今日のこうキットリーは何であったのか何であったのかというのことで、ご同意の報告がそれぞれの立場から申し上げました。で改めて沖縄の思想や実践にとって復帰思想というものをどのように、克服していくのかということはやはり根本的な課題だと思います。で、平野先生や荒川さんなども話したようにやはり今もって根強く沖縄の人々の報道や考え方を規定している思想というのがあるわけで、それを根本的にこう克服しなければ、例えば沖縄の自立といったり、独立といったりにしても、内実がやはり伴わないわけで、この復帰層をいかに考えるのか、でこれは沖縄にとっては、やはり近代の、あるいは寸で貫いて、現代に続いている沖縄の、植民主義の内面化というものをどのように克服していくかという問題だと思います。で、先ほど石川先生のお話がありましたように、僕は現在まで続いているそういった根強い、まだ残っている復帰層というのは、1978年でしたかね、復帰協が解散します。で解散にあたって、総括が根本的になされてなかったというのがあります。あれは一体何なのかということを、その総括のなさ、もちろん個別的にはあるでしょうけど、復帰運動や復帰層というものを根本的に総括していないということが、やはり現在の沖縄の状況まで流れ込んでいるというふうに思います。しかし一方、確実に沖縄は変わりつつあるというものを実感させるんです。先ほど、八重さんの方から話もありましたように、68年の施設構成で、農家と南部の独立党君が、立候補したと、さらには272票ですか。で、八重長介さんが2006年に立候補した際には、6000票。これをどう見るか。そして特に最近の際立った特徴として荒川さんからも話があったように沖縄の若い世代が、その反復帰を発展しながら沖縄の技術という文脈を書き換えようという動きが、沖縄の特に若い世代からあります。でその特徴は従来までも沖縄と日本という枠組みの中で拘束されていた思考、自立思考というものを
例えばハワイにおける県、ハワイにおけるハワイの先住民族の復興を見て、それを沖縄の自立に今後逆に当てはめる、あるいは南洋運動のミクロネシアにおける先住民の住民たちの自立に貢献しない、そういった意味で今起こりつつある確実に変わっている、そして変わっている内実というものはやはり日本と沖縄という関係の枠組みをこう何て言うの、超えながらアジアや何、て言いますか、そういうところまで、視点を導入しながら構築していくというような感じです。でそういった意味で5月15日に、琉球民族の独立の学会というのが沖縄の歴史にとって一つのこうトピックになるというふうに僕なんか思っています。でそれがどのように若い世代が沖縄の事実独立というものをどのような文脈で構築していくか、でそういったことを我々旧世代として、応援しながら見守っていきたいというふうに思っています。で今日は、4名のカメラの長い間、そして皆さんの長い間お伝えいただいてありがとうございます。で最後に、司会をお願いします。どうも、長い間これで第1部は落ちます、第2部をこれを持って琉球民族自決権と移行民政府の会は活動を落ちます。あとどうするかはまたそれぞれがそれぞれの手法で考えることだと思います。それでね、琉球民族自決権というのには自立も独立も含めてるんです。そのことはご理解ください。なんでそういうかというと、去年11月17日だったから糸満で海の日の大会があって、今の天皇がおられたということで、有志で昭和天皇の戦争責任と天皇メッセージ、これで沖縄を売り渡されたわけです。このことに対する謝罪の言葉がないまま沖縄に来てもらっちゃ困るというふうに活動をしてデモまでやったんですね。しかし皆さんに考えていただきたいのは、その天皇臨席を歓迎式典かな何かに革新系も保守系も関係なかったです。一部の議員は都合がつかないといって欠席したのはわずかおりますけど、ほとんどが出席しております。だから真剣に沖縄の将来考えて、まだここまで県議会というのは我々の選んだ一つのオピニオンリーダーです。この人が先ほどの県博士の件で荒川さんがしてきたようなそういう状況でございます。そのことも踏まえないでやっていいかどうか、これは今後の課題です。で、これを発展的にどうかやっていくかは、それぞれがこれから考えるだろうと思います。以上、ちょっとしっかりこんなことはあんまり喋っちゃいけないんだけど、これを、一応第2回大会という形で、ね、会館決議を、近所ミドル会長から読んで提案して終わりたいと思います。終わりね、閉会の挨拶が後ありますので、そこまで聞いてお帰ってください。お願いします。長い間ご苦労さんでした。予想通りと言いますか、なんか話すると残念みたいな形で終わろうとしていたところに、質問している側とされる側ですね、質問する側は大体数側に攻撃的にいじめたくなって自己満足に落ちるという傾向が、これは私もそうでしたが、質問する側は一体どう来てるかということです。辺野古の問題も言います。組織のトップによる批判もする。日常的に自分たちが何を言ってるかということを示さないとですね、
翌年です。もう一つ、沖縄歴史を見るとね、一番諦めないことですよ。持続します。小川さんも5つ進んで75歳です。靖国さんに守ったかったのはもう27年、そっちを負けてる、そっちを27年間勝ったことない。なぜやるかです。これです。沖縄も台風でやられて気がかねってるね。僕その一番今日これからですね、この大会のですね、この会のですね、終了に対する、終わることに対する、まあ、発言といいますか、決意を読み上げます。大会決議、私たちは薩摩侵略から400年の節目の2009年3月29日に、ここ、那覇の市の古島の教育福祉会館で、各校薩摩の琉球支配から400年、日本国の琉球職員130年を同会各校特区を立ち上げる。第1回シンポジウム、薩摩の琉球支配に送るとシンポジウム第激論会を皮切りに、その年間で4回のシンポジウム、1年ごとに4回ですね、沖縄の歴史について激論を展開していた。その翌年の2010年には会の名称を変えたということです。学校、琉球民族の自決権と一国二制度を実現する会。に変更し、県民が語り合う組織として今日まで継続してシンポジウムを行ってきました。再来にも多くの県民のご協力をいただき、毎回とも大協力です。それ以来、シンポジウムを毎年2回から4回も開き、県民が自由に議論できる場として多くの問題に取り組んできました。それは薩摩の琉球侵略、明治政府による琉球処分、強制された米軍基地の問題、そして沖縄人自らの出自の問題として、言語、経済自立、戸籍などの問題についても議論してきました。今回は、復帰とは何だったかを統一テーマとして開催、最後のシネプルのシンポジウムといたしました。沖縄への垂直、離着陸という輸送機の MV22 のオスプレイの強行を配備、ジャイアント米海兵隊普天間基地の名護移設、辺野古への移設のご了承など、沖縄の民、沖縄人の人権を無視した政治が行われており、その現状に対して、捕獲の別なく、全市町村で批判、抗議の声が持ち上がっております。しかも沖縄が屈辱の日としてきた4月28日を、各国我が国の完全な主権回復をした日、とし、安倍、内閣は沖縄を無視して政府主催の式典を開催した。また閣僚や国会議員らによる靖国神社参拝などで、その歴史認識が隣国の中国、韓国から問われているだけでなく、安倍内閣が強硬な日米同盟を誇るアメリカからも歴史認識が問題視されている。こうした現状に対して私たちが行ってきた全シンポジウムも自らの立場を再確認させることができたものと自由しておるわけであります。もって沖縄の自決権の意義を広く県民に意識させるとともに未来への振動を示したものと考え、よってここに各国琉球民族の自決権と一国二制度を実現する会は、その目的を果たすことができたことを宣言し、会の終了を決議する。琉球民族の自決権と一国二制度を実現する会、2013年5月12日会長金城博文、以上です。会に面接を受けて、ペンに入れる。最初に4名の、
います。で、これ4年前に申請するときに、この自己決定権の議決権を目指す